今日原発ゼロの会の議員さん方のご一行に加えていただきまして、初めて 福島第一の現場を見学させていただきました。ありがとうございました。ともかく想像以上に大変なことをやってるんだなというのが第一印象です。私が関わってた石油プラントは、火事が起きて事故を起こせば燃え尽きるのを待てば、10日ぐらいで、目穴がつくと。けどももう今、福島でやってることは延々と汚染水対策をやっていて、毎日7000人弱の人が働いている。それで、今ようやく方針が落ち着いてきて、こういう方向でやればなんとか汚染水は、なんとかなるであろうという、段階です。でそこまで膨大な人数を、投入して、年月も随分かかってきました。それで、放射線の被曝がなければ、おそらく3分の1くらいの人数でできるような仕事を、出入りの管理から何からその周辺の仕事がものすごくたくさんあって、管理業務だけで2倍に膨らんでいるような印象でした。それともちろんシフトを、組んで、丸1日働けない人も結構いると思います。そんなことで、この原発の後始末の仕事っていうのは膨大な人手がかかり、お金がかかる仕事だと思います。それから今後、数年かけて、使用済み核燃料をプールから、取り出さなきゃいけないと、今そういう段取りをしておりますというお話でしたけれども、これも仕事そのものは単純だけれども、また膨大な人手のかかる仕事だと思います。でその先、30年ないし、40年かけて、デブリを取り出すまでやるという、ロードマップなのですけれども、これは到底数十年単位の話ではなくて100年単位になるであろうというのがおよそ合理的な予想で、当然の現場の責任者も非公式にはそういうことを漏らしておられます。ですから膨大な被曝量と膨大なお金がかかる、これを全体としてなんとか合理的にやれるように